前節と同じロスターということになりました。サンロッカーズ渋谷です。戻ってきているというところで、こちらも楽しみですよね。はい、そうですね。これからが、今までも調子が良かった FE 名古屋ですけれども、まあ、これからが本当にこう今シーズンの力を発揮する。3連勝中ということで、さあ4連勝なるか。そして名古屋も4連勝かけての一戦ティップオフです。名古屋ボールで始まりました。クレモンズからホーキンソン、ジョーンズ狙っていましたが、ホーキンソンスリーポイント、バランスを崩しながらシュートまでは持っていきましたが、リバウンドは名古屋が拾って、さあ名古屋の速い形展開、かわして持っていく、入り込んでございます。のはジョーンズですが、ああ行かせない、お止めましたね。取った、狙っていました、アーロン・ヘンリー、キャップは僕の方が先に行きますって話してました。なるほど。おっと、ここはホーキンソン狙っていた、スティールの話をしている中でホーキンソン、この時間コートに立っています。秋が入るが、ここをクレモンズを使ってもう一度ホーキンソン勝負、自分で行くのも選択肢、これも名古屋ボールにした、そのままエヴァンス、マッチョの程度を減らすことができますもんね。こちらに通してオマラを呼んだ、オマラが逆のサイド、手前のサイドでボールを、これは守りきるのか、自分で行く、いや、ただ渋谷つなげた、渋谷の執念、さあ自分で行くのか、ショットクロックは5秒、アニムスがちょっと振り切られて持っていった、差がつきました。いや、ここの1対1行きましたね。ギブスもこれは止められませんでした。ギブス、ここから3、今日は来るのか、大原がいる、自分で勝負に、いや行かずに川島、いや冷静な判断でした。メンドラゲと笹山、ここ第1クォーターでこのピックからはうまくいっていたんですけれども、ここは決めてきた。タイムアウトを取ったカービーヘッドコーチです。メンドラゲ、いやここは名古屋が守りきりました。それが最後の渋谷のオフェンスにも現れていました。試合終了のブザーが鳴りました。 B リーグ 2023-24 シーズン B1 リーグ第10節、ファイティングイーグルス名古屋対サンロッカーズ渋谷。